青山劇場は東京都渋谷区神宮前5丁目にかつて存在した劇場。財団法人児童育成協会が運営していた。1985年に子供の城にオープンした。客席数は1200席となっており、最寄り駅は表参道駅もしくは渋谷駅である。全床スライド式の主舞台を持つ劇場である。 マグチ116メートル、奥行き16.6メートルの大ゼリに加え、同じ方式でスライディングステージが設置可能である。また、周り舞台も備えている。照明システムでは、16ビットデジタルコンピュータ制御で476の照明回路と500シーンの記憶場面数を誇る。ミュージカル、アニーをはじめ、演劇、バレエ公演、コンサートなどが行われていた。 過去には少年隊ミュージカルプレーゾンや中島みゆきの夜会などが開催された。1989年にはローザンヌ国際バレエコンクール決戦が行われた。2012年9月28日、厚生労働省が子供の死老2015年3月末を目途に閉館することを発表し、それに伴い、 運営している児童育成協会が2015年1月23日に青山劇場を閉館することを発表。実際には2015年1月30日に閉館した。2016年12月10日、アウルスポットにて青山園芸劇場と青山劇場の閉館に、まつわる関係者の話をまとめたドキュメンタリー映画、さよなら、青山劇場が上映された。 国立総合児童センター、子供の城の閉館について、国立総合児童センター、子供の城事業終了予定について、ドキュメンタリー、さよなら、青山劇場世界初上映、監督のトークも、ステージナタリー、h t t p n a t a リ i ミ m u ステージスラッシュニューススラッシュに1 0 9 9 6 2 0 1 6年11月28日閲覧。 ありがとうございます。